宇都宮明野は兵庫県神戸市出身の D1 グランプリに参戦するレーサー。血液型は B 型。コーナーにおける高速の飛び込みと侵入角度で関西の暴れん坊の異名を持つ。愛称はうっちー。D1 グランプリには初年度から参戦していたが2003年度終了地点での自己最高位は12位と参戦当初の成績は抜きんでたものではなかった。 2004年は成長株と目されていたが、当時の参戦、ワークスチームであった C ウエストの FD3S に乗り慣れていないことと、コーナーに侵入した後の抑えが苦手だったことで失速。日米オールスター戦では1回戦を落ちした。2005年は幾度か予選通過があった程度で、2006年に入ると完全にスランプとなり、 D1 ライセンス執行寸前にまで陥ったが、不動産店である、ベネロップ NKB のサポートを受け、NKB カラーのワンビアにて参戦した2007年は、第4戦のスゴにて7位入賞を果たし、第5戦のエビス南では、黒津市、熊久保のブ小諸健作といったライバル勢を倒し、決勝戦でも、野村健人の激しいサドンデスの末に準優勝を、勝ち取り復活をアピールした。 2010年、バイクオーっ部品メーカー KN 企画の RC 部門、RC926 と行動の D1、GP チームを結成。2012年、横浜から東洋タイヤーズへ移籍。シード選手をも圧倒する強さを見せる反面、ミスをすることも多く、最終戦では審判委員長の神本樹から、それがシードになれない最大の原因と指摘された。 2013年に入り、東洋タイヤーズのタイヤの特性を熟知し、走り方をガラリと変えることで、自己最高成績を残し、シリーズランキング5位のシードとなった。2015年の D1 グランプリでは単層シリーズ、優勝、総合シリーズランキング6位、毎島戦では単層優勝を果たしている。2016年からは、自動車部品メーカーのディクセルがメインスポンサーとなり、 チームディクセルウィズ東洋タイヤーズと名前も、代わりチームカラーもベージュから白に一新し参戦している。2019年より東洋タイヤーズから後5ファイベックスタイヤーズに移籍。2020年にはグレーンスープラを投入予定であったが、結果的にはシーズンを通してシルビアでの参戦となった。また、タイヤは撤退した後5ファイベックスに代わり、セイランタイヤに移籍する。 ありがとうございます。